世界の歴史では、太古、地球上に現れた人類が長い歴史を経て、現代に至るまでを略述する。EN、ヒストリー・オブ・ザ・ワールドを参照。人の移動の歴史も参照最古の人類。ルーシーの骨、チャールズ・ダーウィンによれば、地球上のすべての生物は、原始生物から自然淘汰を経て、より高等な生物へ進化を遂げたものとして把握される。 人を含む霊長類もその例に漏れない。人類と他の動物、他の霊長類の区別は、古来、神学上、哲学上の主要テーマの一つとなり、諸学の発展した今日においても様々な見解があるが、直立二足歩行こそが基準であるとの考えが、有力である。それは、記録のない時代のことを証拠資料をもとに判断することはできないが、化石骨と、その湿度相違さえ与えられれば、 直立二足歩行の可能性は解剖学、人類学の検知からの検討が可能となるのである。その年代は、従来約400万年前と言われていたが、今日では、約500万年前、学者によっては550万年前、ないし600万年前の年代が与えられている。約540万年前、現在のところ最古のエンジンと呼ばれる、アフリカ大陸のアウストラロピテクス族が登場した。 これが最初の人類とされている東アフリカのタンザニアでエンジンの一種であるジンジャントロプスの化石が発見された。200万年前から100万年前、アフリカ大陸からユーラシア大陸に生活の場を広げたと考えられる。約50万年前、原人が登場する。北京原人、ジャワ原人が著名である。彼らの農業量はエンジンの約2倍あったと推定される。 ホラー穴やカシに住み、喧嘩の採集や狩猟を制御としていたことが知られ、歴史器機や火の使用の痕跡も確認されている。約20万年前、旧人が現れた。ネアンデルタール人などの旧人の脳の容量は、現世人類とほぼ同じで、白変石器の使用が認められる。地質学上、氷河時代にあたっていたため、 も伴う住居に住んだり、毛皮の衣服を着るなどの生活上の工夫が見られる。死者の埋葬も行われており、互いに協力し合って生活を営んでいたことが知られている。現世人類が登場するのは約30万年前のこととされる。ミトコンドリア DNA の分析では、現代人の共通祖先の分岐年代は14万3000年前プラスマイナス1万8000年であり、 ヨーロッパ人とアジア人の共通祖先の分岐年代は7万年前プラスマイナス1万3000年であると推定された。Y 染色体ハプログループの分析結果からも古くに分岐したハプログループ A、ハプログループ B がアフリカのみに見られることからアフリカ単位付き原説は疑いようのないものとなっている。現世人類は長らくアフリカにどまったが7万年間にで アフリカを果たした。でアフリカ後、イラン付近を起点にして、南ルート、北ルート、西ルートの3ルートで拡散した。すなわち、南ルートを取った集団がオーストラロイド、北ルートがモンゴロイド、西ルートがコーカソイド、必須アフリカがネグロイドということになる。人種、Y 戦色体、マトドナ、ハプログループと人種を参照化石人骨では、クロマニョン人が確認されている。 クロマニョン人が描いたとされている壁画がフランスのラスコーやスペインのアルタミラで発見された。なお、クロマニョン人は現在のヨーロッパ人の祖先である。現世人類は次第に狩猟や採集などの獲得経済から農耕、牧畜などの生産経済へと移行していった。その中でも狩猟や採集が比較的困難な砂漠及び乾燥地帯などの地域かつ、 農耕に必要な条件である。川が近くにある地域の人類がいち早く集繕を始め、そこで農耕や牧畜を行い、一定の食料を安定して生産できるように努めた。そしてそれが次第に文明へと進化して行った。日本の文明の発展が比較的遅れてしまったのは、日本が森林や海など食料を 採集や狩猟で供給できる十分な環境があったため、収集や濃厚をする必要性が比較的低かったためという説もある。四大文明の誕生と清水、編集そしていち早く文明を築き発展していったものが主に四つあると言われている。一つは今のイランなどの場所に位置するメソポタミア文明、そしてエジプト文明、中国文明、そしてインダス文明。 これらを総称して、世界四大文明という。また、これに、アメリカ大陸のメソアメリカ文明とアンデス文明を、加えて、六大文明とすることもある。エジプト文明とメソポタミア文明を合わせて、オリエント文明と呼ぶこともある。オリエントとは、日の昇るところ及び、東方を意味する。メソポタミア文明、編集メソポタミア文明は、ティグリス川流域やユーフラテス川流域、 またはその間で発達した文明である。考え農業が発達したメソポタミア南部では、急激に人口が増え、数多くの大村落が成立し、それはやがて都市へと発展していった。紀元前2700年頃までに、シュメール人という民族が、ウル、ウルクなどの都市国家を形成し、神権政治を行った。また、設計文字と呼ばれる文字も発明された。しかし、 セムゴ系のアッカド人が彼らを征服し、メソポタミアを統一した。アッカドの王ならムシンは、四方世界の王と称し、この言葉は、四天皇の語源となった。そして、時は進み今度は、セムゴ系のアムル人がコバビロニアを建て、バビロン第一王朝のハンムラビ王は、目には目を、歯には歯を、で有名なハンムラビ法典を作った。その後、その頃には、 珍しい鉄製の武器を早くから使用していた、インドヨーロッパ五族のヒッタイトが彼らを滅ぼし、アナトリア高原に国家を建国した。また、バビロン第一王朝滅亡後のバビロニアには、カッシート人、その北には、ミタンニ王国、そして後日のエジプト新王国も含めて、小王国が並立する複雑な政治状況が生じ、しばらく続いた。この時代の過程で、大院列が誕生し、 これに修正を加えた大院太陽歴も誕生し、天文、数学など様々な学問が発達した。エジプト文明、編集エジプト文明はナイル川を中心として発展した文明である。エジプト文明はエジプト公王国、エジプト中王国、エジプト新王国の3つの時代に分けられる。エジプトでは国家統一以前にノモスと呼ばれる地域の政治的まとまりが 複数存在した。エジプトでは、メソポタミアよりも早く統一国家が成立した。紀元前3000年に、メネスがエジプトを統一し、公王国では、王は、ファラオと呼ばれた。また、ギザには、ピラミッドも誕生した。中王国時代には、セムゴ系の戦士集団、ヒクソスがシリアから侵入し、国内は一時混乱したが、新王国が起こって、彼らを追放し、トトメス三世は、 シリアとヌビアを征服したが、次第に衰退しアッシリアやアケメネス朝の侵入を受けて滅亡した。新王国時代には、ツタンカーメンが存在した。また、神聖文字を使用し、太陽暦が誕生した。インダス文明、編集インダス文明とは、インダス川流域で発展した文明のことであり、位置はインドよりも、どちらかといえば、パキスタン寄りである。インダス文明は、 ドラビダ人によって作られたとされるインド最古の文明で遺跡としてはモヘンジョダロハラッパーなどがある。インダス文字が作られたが未だ解読されていない。また、この頃のインダス文明では強大な権力を示す神殿や王宮が発見されていない。やがて、滅亡し、インドヨーロッパ語族のアーリア人が侵入し、パンジャーブ地方に住み着いた。その後、ガンジス川に進出し、 その後、今のカースト制と呼ばれる、身分制につながるバルナ制や、ジャーッティも誕生した。また、これらの制度を否定して、ブッダが仏教を、バルダマーナがジャイナ教を開いた。中国文明、編集中国大陸には、両画文明、高画文明、長江文明が起こった。両画文明からは大規模な縦穴式住居や墳墓、祭壇などの神殿が発見されている。 交流久保文化の遺跡からは、中国最古の竜を刻んだ翡翠などの玉製品が発見されている。また、最古の遼寧式道剣や、串目分土器などが出土している。黄河文明では、黄河の氾濫源で農業を開始し、やがて黄河の治水や灌溉を通じて、政治権力の強化や、都市の発達などを成し遂げていった。後の漢民族拡散の中心となる文明である。 長江文明は稲作の発祥となる文明である。初期段階より稲作が中心であり、畑作中心の高賀文明との違いからどちらの農耕も独自の経緯で発展したものとみられる。長江文明の発見から稲の原産が長江中流域とほぼ確定され、稲作の発祥もこことみられる。日本の稲作もここが源流とみられる。ヨーロッパではルネサンス、 宗教改革、大公海時代が幕を開け、絶対王政が確立した。アメリカ合衆国の独立、フランス革命とナポレオンによるフランスの第一、共和制、第一帝制の後、ウィーン会議、フランスの復興制、第二共和制、第二帝制第三共和制、ドイツやイタリアの統一、アメリカの南北戦争、産業革命など帝国主義で、列強は、 世界各地に植民地を形成した平等の思想である社会主義が台頭した。二度の世界大戦は総力戦となった。ロシア革命でソビエト連邦が誕生した。アメリカ合衆国とソ連との間で冷戦が勃発した。ソビエト連邦の解体とドイツ再統一によってアメリカが勝利する形で冷戦は終結した。十細かい項目をたくさん並べることが目的では、 ありません。各世紀ごとの細かい項目については、年表を参照。宇宙の年表及び地球思年の進化も参照。紀元前1000年期以前も参照約2万年前、表記のピークに。以後、温暖化。旧石器時代前1万年から2000年までの世界の人口増加。垂直軸は、対数表記。期限前十千年期。期限前九千年期。 紀元前8000年期、紀元前7000年期、及び紀元前6000年期も参照中石器時代、秋雨石器時代、新石器時代濃厚の開始、温暖化進む紀元前5000年期、紀元前4000年期、及び紀元前3000年期も参照温暖期、現在よりも暖かく海面も若干高い初期の文明が出現し、地域によっては文字の記録が現れる。 紀元前2000年期、紀元前10世紀、紀元前9世紀、紀元前8世紀、及び紀元前7世紀も三照温暖期がピークを超え、やや寒冷化傾向。青銅期時代、鉄器時代、紀元前6世紀、紀元前5世紀、紀元前4世紀、及び紀元前3世紀も三照、紀元前2世紀、紀元前1世紀、1世紀、 および、二世紀も参照古代の超大国の出現。三世紀、および、四世紀も参照。五世紀、および、六世紀も参照。七世紀も参照。八世紀も参照。九世紀も参照。十世紀も参照。十一世紀も参照。十二世紀も参照。十三世紀も参照。十四世紀も参照。十五世紀も参照。 16世紀も参照、17世紀も参照、18世紀も参照、19世紀も参照、20世紀も参照前半後半、21世紀も参照以下はカテゴリー、世界史に含まれるサブカテゴリー、または分類された個別記事の一覧である、東アジア、編集東南アジア、編集中央ユーラシア、中央アジア、編集南アジア、 編集西アジア、編集アフリカ、編集ヨーロッパロシア、編集アメリカ、編集オセアニア、太平洋、編集 EN、ワールドヒストリーを参照欧米で、歴史の父と呼ばれるヘロドトスが、紀元前5世紀頃に表したとされる歴史は、ヘロドトスが知り得た時代と地域の歴史に関するもので、自らが属するギリシア文明系を超えた世界を展望した、 最初の歴史書と言えるものであった。また、日本においては、日本史と世界史が別物として、義務教育や高等学校、また、大学の一般教養でも講じられ、大学の専攻も異なるが、それに対して、欧米では、エジプトから始まって、自国の近代、現代の悪い監視が認識されていることも重要である。ありがとうございます。